オールナイトカノボーン。はい、皆さんどないしゃありますか。カノボンことカノボンでございます。どうも、第3回になりましたね。オールナイトカノボンでございます。第3回させていただいたということは、いやね、本当ありがとうございます。リクエストたくさん頂戴しました。現在ですね、11名様の方からリクエスト頂戴しました。本当にありがとうございます。あー、ほんまにね、嬉しい限りですよ。はい、ですんでね、まあ、前回でね、最終回にならなかったんでほっとしてるわけなんでございますけども、ね、ですね、今日ね、まずは早速お二方のね、リクエストにお答えしたいと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。まずね、早速ね、私がお願いしたら、リクエストをしていただきました。ハンドル名は万年図さん、ありがとうございます。はい、オールナイトカノボンさん、こんばんは。パチパチパチ、いや、こんばんは、万年図さん、ありがとうございます。いよいよ始まりましたね。はい、始まりました。リクエストです。ノリのいい曲で、古い曲ですが、吉田拓郎さんの結婚しようよをお願いします。替え歌でも何でもあり、この曲でお願いと書いてありますね。ペコリダッチャーと、ね、顔文字もいろいろ書いていただいております。ちょっと顔文字ね、説明しようがないんですけども、ありがとうございます。万年さん、結婚しようよですか。懐かしい曲ですね、これもね。吉田拓郎さんね、ではね、早速そしたらお答えしたいと思うんですけどね、この万年さんってね、本当にね、面白いブログ書いてある人でね、もう地味に派手なブログ書いてありますんでね、ぜひまたリンク貼っときますんでね、また皆さんぜひ見に行っていただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。それでは、結婚しようよですね。はい、いきます。僕の髪がすべて抜けてハゲかい。君と同じになったら君もハゲかい。約束通り町の教会で結婚しようよ。むむむむ、似たもの夫婦やね。二人で買った緑のカツラを僕のお家のベランダに並べて、細気持ち悪いわ。結婚しようよ。僕の髪はもうすぐすべて抜けるよ。わい、うんうん、てんたこたんちゃかすんちゃかぼのぼのぼんちゃーちゃかすか、ふらりらりらりてらりらるろりらるら、たんちゃかすんちゃかすんちゃかつこつこつんちゃーちゃかすか、ひらひらりてらきんたかつこつこちんとんちゃんと。ありがとうございました。結婚しようよでございました。はい、すみませんね、ハゲハゲってハゲって言っていいんか。いいなね、別にハゲってね、ハゲハゲでね、思い出しましたけどね、私の親父ね、ハゲやったんですよ。まあ、つるっぱげまだいかないんですけどね、まあ言うたら波平波波へ波、うん、それぐらいハゲでね。でね、その親父の親父、まあおじいちゃんやね、おじいちゃんほんまにつるっぱげやったんですよ。ほいでおふくろね、おふくろの親父、まあ、母方のおじいちゃんですね、もつるっぱげやったんですよ。せやからね、私もこれね、絶対若い時ね、もう絶対俺ハゲるわと、DNA DHC なんや、それがあんやとほんま間違いなくハゲるなと思ってたんですけどね、おかげさんでね、おかげさんいうのも変やけど、52歳ですけど、いまだ全く後退してません。はい、若い時ちょっと反り込み入れたから、その分ちょっと後退してるから、何の話やねいや、そのからね、白髪はすごいんですよ。半分ぐらい白髪ですかね、ちょっと染めてるんでね、わからないんですけど、生え際とか見たら、うわ、ほとんどこれ白髪やなと思ってるんですけど、何の話や一体、ほんまにすんません。というわけでね、万年図さん、ありがとうございました。結婚しようにリクエストお答えさせていただきました。
それではね、今日はもう一方、リクエストにお答えさせていただきますね。ハンドル名、トマトの夢さんです。はい、トマトです、リクエストですと。いい湯だな、メンバーの語り面白そうと書いてあるんですね。いい湯だな、あ、これね、ドリフターズの歌ですよね。ババンババンバンバンっていうやつですね。ババンババンバン、これ、ね、メンバー紹介と書いてあるんですけども、これ何でしょう。メンバーの語りだから、私ね、ちょっと勝手に解釈しました。8時だよ全員集合のエンディングで、ババンババンバンバン、宿題やったか、ババンババンバンバン、歯磨けよみたいなのありましたよね、エンディングで、加藤茶さんがね、あれのことやろかとか思ったりしてね。だからちょっとそれで、いい湯だなをね、やってみたいと思います。はい、トマトの夢さん、さん、ありがとうございます。こちらのね、ブログもね、基本、お花の写真が多いんですよね。でそれにポエムを書かれてるんですよ。いや、私勝手にね、これはトマトマジックって呼んでるんですけどもね、本当にね、トマトさんのポエムを読んでると、その写真の花がね、ほんまに語ってるかのように思うんですよ。もういいブログなんでね、ぜひトマトの夢さんさんもリンク貼っときますんで、ぜひ見に行ってください。よろしくお願いします。それでは、トマトさんの、リクエストにお答えしまして、いい湯だな、いきます。ババンババンバンバン、ハビバノノン、ババンババンバン、ハビバノノン、ババンババンバン、ハビバビバビバババンババン、ハビバノノン、いいブログだな、ハハハン、いいブログだな、ハハハン、笑みが思わずこぼれてきそうだ、素敵だな、嬉しいな、ここは楽しい F シーツのブログ、ババンババンバンバン、ブログ更新したか、ババンババンバンバン、ゴジ脱字あらへんか、ババンババンバンバン、応援ポチ忘れんなよ、ババンババンバンバン、また来週。はい、いい湯だな、ブログ編でございました。ありがとうございます。てな感じでね、本当ね、こうやってね、皆さんのリクエストあってこそ成り立つ番組だと思っておりますんでね、私一人がね、勝手に喋ってても面白くないと思いますんでね、皆さんのリクエストをぜひお待ちしておりますんで、こんな感じで頑張っていきますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではね、次また来週、来週か分かりませんけど、いやほんまにね、たくさんリクエストいただいてるんで、随時こうやって録音してね、やっていきたいと思いますんで、もう旅ブロネットの駅やめて、もうあれしましょうか、これ専門で行きましょうか。まあね、そんな感じでやっていきますんで、オールナイトカノボ、以後よろしくまたお願いいたします。どうもありがとうございました。ごきげんよう。